秋田公立美術大学は、秋田県秋田市荒谷大川町12番3号に、本部を置く日本の公立大学である。2013年に設置された。大学の略称は秋見、アウア秋田公立美術工芸短期大学が2013年に4年生、大学移行によって設置された大学で、東北地方の公立大学では、唯一の美術系大学となる。 美術学部一学部の単科大学である。なお、美術とは、本来工芸分野を包摂するより広い概念で、あるということに鑑み、4年生大学移行にあたっては、大学名から、工芸を外し、秋田公立美術大学とした。同時に、公立大学法人立へと移行しており、秋田市が設立する、公立大学法人秋田公立美術大学を、大学の設置者としている。 見学にあたって、以下の4つの基本理念が制定されている。2012年11月1日に、大学設置、学校法人審議会が、文部科学省に、新設の認可を投申したが、翌2日に、田中牧子文部科学大臣が、他の2つの私立大学とともに不認可に私物議を、醸した。世論、マスコミの反発を受けて、同月8日、正式に設置が認可され、 文部科学省高等教育局長の坂東久美子から直接認可状が手渡され、2013年4月に開学した。大学設置以前大学設置以後学部大学院2017年4月、大学院開学。複合芸術研究科複合芸術専攻終士課程を設置。大学院開学までの経過2015年、2017年4月の設置を目指し、 大学院美術総合研究科の基本構造を発表した。2017年4月に大学院修士課程複合芸術研究科が設置された。2019年4月複合芸術研究科複合芸術専攻博士課程を設置。短期大学付属機関付属図書館社会貢献センター平成30年度以降、NPO 法人アーツセンター秋田として改装。 キャリアセンター国際交流センターアーツルーツ専攻では既存の美術教育の領域に限定されない幅広い表現への関心を育み地域の文化資源、歴史、伝承等を踏まえた総合芸術の実践を目指す。そのため美術作家だけでなくキュレーター、人類学者、哲学者がスタッフとして関わる。フィールドワークやリサーチ、 コンセプト制作等のプロセスを非常に重視しており、2年次の現代芸術演習においてはプロジェクトに関するリサーチと発表に関する公表を行い、3年次以後の演習は作品を主軸とするものとなる。専攻科目ではアートプロジェクト演習等の講座も設置されており、プロジェクト型アートや共同制作の教育も行われている。ビジュアルアーツ専攻は、 美術系大学としては、珍しい現代アートに特化した専攻である。ビジュアルアーツ専攻の最大の特徴は、表現メディアを限定せず、様々なアートの分野を横断的に行うこととし、彫刻や油絵、映像表現形態によって分けられたカテゴリーに固着することなく、社会や社会問題に対するアート表現を行っている。ビジュアルアーツ専攻に所属する学生は、 一つのメディアだけを選ぶのではなく、その時々の課題やテーマに合わせて、最も適したメディアを都度、選びアート表現を行う。美短時代から引き継がれる、工芸系の専攻である。従来通りの工芸に加えて、プロダクトデザインによる教育も必須科目として行われており、伝統工芸のみならずプロダクトデザインの考えも、同時に学べる。他の専攻が、 複数教員により授業を組まれているのに対し、ものづくりデザイン専攻においては3年次において、各分野を担当する教員が、それぞれの分野の基礎教育にあたり、4年次前期にグループ制作を行う。A コースグラフィックデザインを基本とした、パッケージ、ウェブ、タイポグラフィー、ポスターデザインを担当する教員によって、地域資源の PR 活動を通した実践的な、 課題が行われている。B コースディレクション、デザイン、コミュニケーション、編集、課題解決、アートディレクション、広告、写真情報学フロンティア、計算基盤、地理学を担当する教員によって、デザインのプロセスを重視した教育が行われており、デザイン対する考え方を重視した教育が行われている。街の景観デザインや、その提案を中心とした教育を行って、 こといる。一級建築士及び二級建築士資格への受験資格は与えられていなかったが、2018年から二級建築士への受験資格の取得化。五つの専攻のほか美術教育センターが設置されている。美術教育センターでは、美術史や美術教員、学芸員資格取得のための教育が行われている。なお、美術教育センターは専攻ではないため、 三年次以降の専攻所属の対象とはならない。秋田公立美術大学では専攻へ所蔵する前に、どの専攻志望者に対しても全ての専攻の講義を受けることとなっている。一年次の現代芸術論においては、それぞれの専攻の概要が講義され、二年次に専攻のプレ授業として行われる現代芸術演習により希望する二つないし三つの専攻を選択する。 専攻へ所属する前にも基礎講座においてそれぞれの専攻教員が指導する講義を受講することが可能であるが専攻によっての履修義務は課されていない。また一部講座において別の専攻に所属する教員が講義を行うケースもある。専攻科目はそれぞれの専攻に所属した学生のみが学ぶとされている。教職課程必要な単位の習得により 以下の教育職員免許上の授業を受けることができる。その他資格等。ありがとうございます。